まだ時差があるからね。あ、そうなんだ、うん、うちまだ誰も見てない。始まった、始まりま、え、ちょっと待ってから始めましょうか。5分ぐらい、うん、5分も待つんですか。そちらもあってか、あ、こっちでさ、あの、これもさ、ライブ、こんばんは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 、見てますか。これだってあの、ね、あ、ライブなってる。あ、結構、お、見てる見てる、動いてる動いてるよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、ちょっと時差があるんだね。そう、ちょっと時差がね。こんばんは、やっほー、やっほー、やっほー。もう600人ぐらいこっち見てくれてる。あ、オフィシャルは229人ぐらい。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。じゃあ始めていきましょうか。始めていきますか、はい。さあ、ちょっと待ってください。でも、自分のでやってるけど、MC みたいな感じ。はい。はい、こんばんは。超特急の小笠原海です。イェイ、どうぞ。さあ、さて今夜、いよいよ BSTBS 火曜ドラマ9、御所の乱れ、たらします。スタートです。はい。さあ、このドラマはですね、迷惑な社内不倫を断罪するスカッとする内容なんですけれども、やっぱりオフィスエアクリーニングは3人揃わないとってことでお招きしました。ゲストのゲストはこの2人、山崎ろうなさん、飯島ひろきさんでーす。お願いします、お願いします。はい、ご挨拶を一人ずつどうぞ。あ、三枝玲役の山崎ろうなです。お願いします。はい、お願いします。カズマの役の飯島ひろきです。よろしくお願いします。じゃあどうしますか。まずはお二人から役どころと、はい、まあ、その簡単にちょっと自己紹介じゃないですけど、はい、お願いします。そうですね、じゃあ私から言いますけど、はい、三枝玲という人物はですね、あの3人の不倫成敗会社、うん、不倫迷惑不倫成敗会社をの社長、オフィスエアクリーニングという会社の社長をさせていただいております。はい、はい、いろんな会社とかいろんなさまざまなところに潜入捜査を自らして迷惑不倫をさばいていくというとてもかっこいい女性を演じさせていただきました。うん、はい、はい、じゃあ僕はその部下です。はい、オフィスエアクリーニングの例の部下として、アルバイトとして働いております。うん、まあ、僕はあの持ち前のキャラクターがあの、まあ、明るいキャラクターで、まあ、その現場に入り込んで潜入していくという、まあ、三者三様でもうみんな違うバラバラになって動いて証拠を集めてバーで集まって会議という、まあ、ボスがあのね、決め台詞を言ってね、はい、はい、というキャラクターになっております。はい、はい、そして私ガンちゃんなんですけれども、あのその3人が集まるバーをこう経営しているマスターで、でそのオフィスエアクリーニングの受付の窓口といいますか、僕を介してこう例にこう依頼を届けたりとかってする役どころで、例の一番の理解者で新たな良き兄貴分のような存在で、まあ、そのクールなだけじゃなくて温かい人物で、実際にね作中でもこう、まあ、バーのマスターなのでちょっとカクテルを作ったりなんか、ね、ね、すごいかっこいいよ ね、 かっこよかったね。もうあと何分かしたら見れるからね。そうそうそう、見れる、シャカ納刀するからね。そうっていう、あのなのでぜひガンちゃんのそのカクテル作りのシーンもね、注目して見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで本日はこのオフィスエアクリーニングの3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。イエイ。さあ今日はですね、あの、うん、番組のアカウントに加えてそれぞれのね個人のインスタグラムのアカウントでも、はい、ライブを同時開催しております。はい、で今こう個人で見てくださってる方もいらっしゃるんですけれども、あのスリーショットでご覧いただくには番組のアカウントで見られるので、そちらフォローしてぜひチェックしていただきたいなと思っております。インスタグラムもあと TikTok も同時、 TikTok ライブも同時配信してます。あ、なるほど、そう、ヤッホー、ヤッホー、 TikTok 用のテンションめちゃくちゃね、踊ったもんね。 TikTok 踊ったね、ひろきと二人でも踊った、ね、3人とも、ね、でも完璧だよ、完璧でした、超完璧だった。完璧すぎた、ひろき完璧、ひろき完璧。でもそう、ドラマもコメント楽しみですって、うん、コメントちょっと読みましょう、うん、じゃあそれぞれの。そうですね、どうですか、めちゃくちゃいろんなところで配信してるんですね。どれ見たらいいか分かんないよ、ね、1個しかないからね。
ひょっとしたらね、そのスマホとタブレットとかいろいろ見てる方もいらっしゃるかもしれないですけど、全体3人のそのあれを見たい方はその公式のあれで見た方がいいのかな。そういうことです、うん、まさしくそういうことでございます。ありがたいですね、はいはい、それではちょっと今日は前半は皆様からいただいた乱れエピソードトーク、はい、乱れエピソード、乱れも皆さんの乱れを、乱れてるの、乱れてるらしい、みんな。もう4月入ったぜ。いやもうだからこそ乱れてるみたいな、だからこそね、その心がちょっと落ち着かないみたいなのありますよ、はい、で後半はですね、いただいた質問にも答えていきますので、うん、夜ご飯を食べながらゆるりとお付き合いいただければと思います、はい、まあ、ちょうどね、そうなんですよ、夜ご飯の、ね、時間的にも8時20時なんで、はい、そうちょうどね、僕たちのところにもご飯があるんですよ、はい、あるんですね。おにぎりとか、それは何ですか。お稲荷さん、パスタです。パスタ、お稲荷さんとか、なんかスイーツもありますね、ね、ドーナツやらスコーンやらなんかマカロンとか、マカロン、あるのあるとか、これ大変だな、大変だ、まあ、ある、あります。そう、いろいろあるので、はい、皆様もね、あのご飯食べながらでもあの楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、まずはちょっとざっくりフリートークでもしますか、うん、じゃあまずお腹空いたから一個食っていいかな。もちろん食べてください。もうね、成長期だからね。そうだね、まだまだここから大きくなるから ね、これから声もまだ低くなるから ね、成長も舐めるもんね。美味しいこれ。うん、いいな。ゆず皮入ってるのかな、中に。食レポじゃん。食レポしてる。食事するの初めてなんだけど、めちゃめちゃ美味しいです。確かにね、いいですよ、食べてください。うん、僕食べないの。山崎さんもどうぞ。食べてください。どれですか。食べてる間喋ってくれないじゃない。いや、喋る喋る喋る、すごい喋るから、ちゃんと。どうですか。はい、じゃあいただきます。お食べ、ご飯を食べてなかったら。これとかさ、なんだろうね、おしゃれボンゴレパスタなのかな。いただきます。あの、おしゃれなパスタにしか入ってない、ちっちゃいキャベツが。ちっちゃいキャベツがね、入ってるのよ。うまっ。おいしいよね、これ。うまい。おいしい。じゃあ俺、かわいいマカロン食べちゃおう。かわいいやつ食べちゃおう。かわいさ出してくるね。うん、あ、おいしい。一番インストライブ慣れてますからね。ね。ね。いや、もう全然。ヒロキが一番慣れてると思ってる。いや、インスタライブは結構やれるんですよ。そう。うん。うん。会話が止まった。ちょっともぐもぐタイムです。ごめんなさい。皆さんもね、あの、食事されてる方いらっしゃったら、うん、まあ、ゆるりやっていきますので、そうですね。放送時間前までやりますので。はい。皆さんは何食べてるんですか？一緒に食べてる方は。何食べてるんですか？何食べてんだ。さ、もう何食べて、もう食べ終わったんじゃない？あれじゃない？あのさ、今日さ4月2日じゃん、うん、昨日1日じゃん、うん、私生活じゃん、うん、になった方も結構多いじゃん。多いと思う。初めてもうあの自炊してる方で食べてる方もいるんじゃない。あ、確かにね。そう、一人暮らし始めたての方とか、うん、いるんじゃないかな。ゆっくり食べてくださいだって。ありがとう。一人暮らしさした日の夜ってめっちゃ寂しくなかった、うん、ダンボールしかなかったからね。え、なんかさ、家族と離れるとめっちゃ寂しくなかった。いや、寂しくなかった、俺。話終わりでーす。終わったー。広げられませんでした。フィニッシュ。終わりでーす。寂しかったの？え、寂しかったよ。寂しくなかった。泣いちゃった。なんか、え、泣いたないよ。はい、そんな感じで、みんなでも結構いろいろ、すごいバーニャカウダ作りました。だってケンタッキー食べました。うわ、めっちゃいい。クリスマスじゃん。すごいな。うん、バーニャカウダって作ったことないかも。バーニャカウダって何？俺もね、あんまよく分かってない。野菜をこうソースにディップして食べるやつ。ディップ、ああ、おしゃれなやつ。野菜にディップ。おしゃご飯だ。おしゃご飯ですね。ね。バームクーヘン。タレカツ丼とザルそばを食べてます。ワンパク。すごい。いいな。ワンパクやな。イカの塩辛。当てじゃん。渋いね。そんな感じですかね。まあ、直前ナビもね、はい、あの番組収録もしてもう放送されて、今見逃し配信もね、はい、されてますけども、ね、あれ楽しかったね。楽しかったね。楽しかったね。てかもうずっとこんな感じだよね、現場でも、うん、本当にこんな感じ。我々その世代が同世代で、うん、会話もなんかね、我々が学生の時の話とか結構多かったりして、でその波番組とかもね、うん、プロフィール帳を交換したりと
ちょっと懐かしい最高だったな。やらせてもらって、ね、あの時の俺っていうテーマでいろいろ書きましたからね。住所どこだっけ。地球。好きな色は。好きな色は、OK。もう基本やっぱ生きてないと、うん、ま、舐められたら負けだから。番組予約したよ、楽しみだって。わ、嬉しい。ありがとうございます。なんかどっこ見ればいいか分かんない ね。カメラがいっぱいあるから、足引いたりね、見てるけどね。TikTok ライブ、 TikTok ライブってどんな感じなんですか。その TikTok あんまり見ない人間だから分かんないんですけど。俺もちょっとね、よく分かってないんだよね。え、でもインスタライブと一緒だよ。一緒、うん、多分。そうなんだ、うん、TikTok のなんか怖いな、ちょっと。3人に癒されるってコメントがすごい多いです。あら、サンキューな、サンキューな、サンキューな。自由か。サンキューな、サンキューな。なかなかこんな同時でね、配信ないから。放送時間教えて、夜9時です、はい、この後ね、この後49分後ですね、はい、BSTBS 夜9時、毎週火曜夜9時です、はい、よろしくお願いします。お願いします。 TVer のお気に入り登録お願いします。お願いします、はい、ぜひ、はい、ぜひ9時に見てください。はい、はいはい、じゃあね、カンペが出たんでね、はい、行きましょう。さあ、先日ですね、予告動画も公開されたんですけれども、皆様見ていただけましたでしょうか。これですね。なんて聞こえた。ん、見たよ。あったかい人たちいっぱいいる。見たよ、見たよって、みんな優しいから、見たよ。ありがとうございます。ありがとう。あ、俺。はい、ここで、あ、そこが、みんな見てくれたかな。いや、それ俺、それは俺なんだ。それは俺、まあ、あのね、まだの方、まだ見てない方もいらっしゃると思うんでね、ちょっと一度、予告動画を見てもらいたいなと思います。はい、こちらをご覧ください。少なくともじゃない、邪魔だよ、邪魔だよ、されるべき迷惑行為です。そうやって、お気に入りしたら見えるかな。ごめんね、見づらくて。会社に二人のこと言うとかも、ええ、邪魔だよね。娘に会わないと懲りないようですね。大丈夫です、あなたは何も悪くない。かなり明確に業務に支障が出ているようです。では正式にお引き受けします。御社の乱れ正します。今夜9時。あ、今夜9時になってる。かっこいいですね。なんかちょっと期待感が煽られる予告ですけれども、はい、はい、まあ、TVer ではですね、予告動画の見逃し配信もあるんですか。予告動画も見逃し配信もある。あ、予告動画もあるし、見逃し配信もちゃんとされるということで、うん、お気に入り登録がまだの方はぜひ今日、今ぜひしてください。よろしくお願いします。はい、今お願いします。お願いします。さあ、さて、では事前にちょっとホームページで募集しましたですね、あの皆様の周りに溢れた世の乱れをちょっと紹介してみようと思います。まずこの壊れたハートのロゴプロップ、はい、これか、こっちか、これですかね、こっち、これこっちですね、これ、乱れ、かわいい乱れ、ちょっと判定してますけれども、乱れと書いてあります。はい、あの私がいただいたエピソードを紹介するので、あの、あー乱れてるって思ったら、お二人ちょっと共感したら、この乱れハートをこうアピール、はい、もう世の中にアピールしてください、はい、世の中に証明してください、はい、この乱れてるということを、はい、はい、皆さんもハートボタンとか押してください、ね、はい、あの、わかるとか私もこんなもやっとした乱れに遭遇したよとか、うん、もしあったら、そうですね、コメントでよろしくお願いします、はい、お願いします。一緒に楽しみましょう。はい、ではちょっと乱れエピソードを紹介していきます。はい、はい、ダイエットしようと思ってるくせにお腹いっぱいなのにお菓子を食べてしまいます。かわいい、ひろなちゃん一括してください。私が小学6年生の時から7年間ひろなちゃんのことが好きで、今回のドラマとても楽しみにしています。かっこよさそうな役をありがとうございます。ひろなちゃん大好きです。ありがとう。あら、7年間だった。珍しい、珍しいとか言わない、珍しいとか言わない。ありがとうございます、うん、すごい嬉しいです。ダイエットしようと思ってるのにお腹いっぱいでも、え、乱れてる、これ乱れてる、全然いいと思うんだけど。うん、だってね、食べたいのは食べたいじゃん、うん、乱れてます、これ。まあでもやっぱそのお菓子を食べたらダイエットとはちょっと逆じゃない、うん、
だそれがやっぱちょっと乱れてると思っちゃうんだよね、うん、食べたいものを食べることはいいことだけれどもちょっとそのやっぱ罪悪感っていう乱れじゃん心が乱れてんじゃない、うん、罪悪感で乱れちゃうねそうそうそうそれは良くないねそうそうそう確かにどうどうどうお腹いっぱいでも食べちゃう逆にその気持ちが分かるかどうかじゃあ買わなきゃいいんじゃないでしょうかいやすごいもう一番の極論で言ったらもうダイエットするってなったらもう決めてね目標に向かってでもコメントで、はい、みんな食べちゃうよってきてる優しい優しい食べちゃうの当たり前だよってでも罪悪感を持つと余計太りやすくなるらしいですへえそうプラシーボだだからもう悪いって思わないで食べなさい。ああ、そう逆にね。ああ、食べなさい。サンドイッチマンの伊達さんだ。これゼロキロカロリー理論だ。キュッてしたらゼロ。そうね。うん。ドーナツとかも穴開いてるからゼロ。ゼロの形だから。なんで。ゼロカロリー、ゼロキロカロリー。もう全然。でもこう自分に対して責めるのは絶対にやめてください。そうですね。本当にそれはダメです。一括でも一括してほしいらしい。一括ってどうやった？一括ってちょっとお手本見せて。いいよ。よくないよ。これこれ。あよくないよ。まんまじゃねえか。まだそういうこと。ひろきも言った方がいい。ダメ絶対。おいいいです。俺も全員が全員出して甘々すぎる。甘々。優しすぎる。ということでね、はい、その気持ちの問題もありますからね。はい。というかじゃあ次の乱れエピソードに行きましょう。うん、いいんです。いいんだ。いいんです。きっと満足してくれたでしょう。うん、はい。次の乱れエピソードいきます、うん宿題のプリントを配布され提出期限までかなりの日数があるのにもかかわらず、うん、毎回提出日の前日ギリギリに徹夜して書いて提出してしまいます、こんな私の乱れを正してください、私は4月から新社会人になるということもあり不安でいっぱいですがドラマが楽しみすぎて頑張れますありがとうございますわありがとうございます嬉しいですねなんか活力になれてるの嬉しいですね嬉しいですね、うん、どうですか宿題夏休みとかどうでした？これ私も今もそうなんであれアンケートとか締め切りの当日、はいね、当日の現場の合間とかでやっちゃうんですよね、うん、だから逆に私も乱れ正してほしいです、はい、俺もそうなんだよなダメダメな人2人集まった宿題とかどうだった？宿題とか最終日にバーやってみたいな、うん、あそう偉いねでも偉いやるだけ偉いどうですか？宿題は夏休みとかも最終日に絶対やるって決めてやんなかったタイプなんでダメじゃんヤンキーじゃんそれいやいやもう最終日に絶対やるって決めてあ最終日でやるって決めてやらなかったですああやらなかった提出点だけもらってました怖あとこれ提出点だああなるほどね提出したらポイント心意気だけはそう心意気を買ってくれちゃんとやりましたよそうあとはそのうんそれ大事だよねそう当日その夏休みだけ学校行って、うん、出すまでの間に友達にちょっと見せてもらって、うん、ドリルとかあるじゃない、はいはい、1ページやる3ページ開けて1ページやるみたいなその本当にこの3ページは分かんなかったんですっていう気持ち、はい、プロやんそのだからもう提出点とっていうだけで、あとはもうテスト頑張るっていう。あだから本当ごめんなさい乱れてます僕たちみんな。えダメです。ダメです。叱れない。叱れないな。叱れない。どうしよう。どうする？どうする？どうする？一緒に頑張ろう。アンケートとかも早めにやろうみんな。うん。そうだね。決めようみんなここでちゃんと。みんな誓おう。誓おう。みんな頑張ろう。絶対にちゃんと仕事を早くやる。はい。取り組むって。取り込もう。決めよう。うん。約束しよう。おみんな見られておうおうそういうことです、はい、今みんな誓いました誓いましたこの3人も誓いました誓いました、はい、サボりのプロいたって書かれたすいませんでしたごめんなさいプロがあることにね大事だからねそうあることが大事だからそうそうプロ意識はあるから本当そうそうそうサボりというものに対してプロ意識はあるそうそうそう全力ママじゃないからさ本当にちゃんと誇りを持ってサボってるそうそうそう何かに秀でてることはいいことですからね、はい、すごいとやり遂げるすごいみんなポジティブでなんか俺のサボりを肯定してくれてるわ、はい、みんなありがとう、はい、いいですやろうかということでですね、はい、たくさんコメントもいただいておりますのでそろそろ皆さんからの質問に答えていきたいなと思っておりますインスタライブの告知をした時点で質問をいただいたりとかもあったので、うん、そちらからちょっと事前に何個か抜粋させていただきましたので、はい、読ませていただきましょう。
はい、じゃあもう1からなんか4つあるので1から順番でいいですか。やっていきますか。はい、うん、1、HKR さん、あ、これアカウントのなんか一部抜粋みたいな、H、光さんかな。いや、わかんないよ。光さん違うか、わかんねえか自分の役と似ていると思う部分はということなんですけど、山崎さんから。あ、山崎さんから。はい、山崎さん、あのプライベート、そのお芝居とかじゃなくてプライベートで、うん、その霊って結構意外とあんまり感情を表に出さないキャラクターじゃないですか。うん、確かに。私も割と感情を結構人見知りなところもあるので、うん、感情を割とこうバッて出すのがプライベートで苦手なとこが似てるなって。なるほど。思いましたね。なるほど。感情あんまり。でも3人でいるときは結構そう仲良くなると喋れたりするんですよ。あー、なるほどね。なるほどね。普段の初対面とか初対面とかで結構なんかびっくりしたりとかするときもなんか、うん、うわっじゃなくて、おう。かっけー。おう。おう。で、なんかちょっとすかしちゃう。すかさないで。かっこいい平野さん。出ちゃうんだね。っていうとこが、人見知りなとこがありますね。うんうんうん、どうですか、黒木は。僕は、新た、似てるとこあんのかな。なんかあんま自分でもよくわかってないです。なんだろう。終了終了まあ、僕も結構普段あの静かなタイプなのでリアクション薄かったりとか、あ、うん、まあ、友達といる時はそれこそ同じように驚いたら「とかはあるけど、でも基本的に「あ、はい」みたいな、割とこのちょっと下目というかローな感じ、ローな感じだから、まあ、なんか新たを演じてる時はやっぱちょっと僕とは違う人間だなっていうのは思ったかな、うんうんうん、いやでも愛嬌があるとか似てると思う。ああ、思った。俺も思った。確かに、ね、かわいいところがある、うんうん、愛される部分がね、わ、うん、かる。思いました。だそうです。はい、僕はそうですね、やっぱりちょっと寡黙でクールなところが似てるかなっていうのを。ちょっと待ってください、なんで笑ってますかプロデューサーが笑ったんですけど。いやでも寡黙でクールな、確かにね、B クールなね、兄貴って感じの、うん、ところかな、やっぱり、うん、じゃあ次いきますかまあでもそんなあまり、そうですね、性格面ではそんなに似てないですけど、まあその実際僕が普段活動しているグループ超特急とか、あとはその超特急が所属している事務所のこう団体エビダンとかではこう最年長に当たるので、うん、なんでこう、まあ、兄貴分というかね、みんなをこうなんか、まあガンちゃんほど兄貴感はないかもしれないですけれども、うん、そのちょっとみんなをこう引っ張っていけたらいいなという思いでは常にいるので、うん、そこはちょっとやっぱりそういうところはその普段のグループもそうだけどさ、うん、我々が喋ったこと全部拾ってくれる。そう、あなたすごい優しいなって。面白くても面白くないことでも全部拾ってくれるじゃん。いやいやいや、素晴らしいですよ。最強のリベロ、ね、最強のリベロですよ。おかしてください、おしゃべり大好きなんでずっと喋ってたよねずっと喋ってたずっと喋ってた、本当にすごい楽しかった現場が。はい、じゃあ次の質問に行きますか。はい、927さん、あ、私の誕生日ですね、ありがとうございます。あら、あら、おめでとうございます。ファンの方じゃないですか。僕推しの方かな、ありがとうございます、4月から新生活の方も多いですが、3人が新しく始めることや始めたいことはありますか。うん、新しく始めること、始めたいこと、始めたいこと、うん、なんかありますか。なんかある、思いついた人からにしますか。うん、うハロだもんね、うん、新生活、うん、そうだね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 、あのみんな多分今のところねめっちゃ考えてるよねすごい考えてる、来たかみたいなまあでも始めること、その新生活ね、あの新学期の方は結構多いと思うんですけど、うん、僕なんか趣味がすごい多いのよ。え、実はそうなの。アウトドアもそうだしインドアもそうだけど、なんか趣味増やすとね、例えば料理とか、まあ、なんかドライブとかさ、うんうん、まあ、温泉巡りとかめちゃくちゃやっぱね体が軽くなるしいいですよ。だから新しく始めることは結構僕やってますもん、すでに。あ、なるほど。もうそういうタイプ、だわざわざ始めるとかじゃなくて、わざわざ思い立ったら始める、始めることから向こう来るっていう、あ、始める側がね、これから行くじゃないもん。なるほどね、そうそうそう、納得。でもね、納得すな納得。じゃあ例えば具体的に何とかありますか。あ、だから具体的には僕1個なんかやってるよとか、最近ちょっとやってるよっていう、最近やってるよ、え、なんかあったっけない特に。最近やってるよはね、あ、でもね、僕ずっとね
あのお風呂シャワー派だったんですよ。うーん、でも入浴剤を久しぶりに使ってみて、そっから毎日入ってるね。もうだから5、6年ずっとシャワーだけだったのよ。温泉とか行ってたんだけど、うんうん、家だと、まあ、簡易的にシャワーってやって で、ね、うん、でもなんかその新しく始めたことといえば、その中でお風呂の中で、まあ、次の仕事の日のこと考えたりとか、うん、っていう落ち着く時間ができたりとか、それは新しく始めたかな。あ、いいね、うん、すごい、まあ、身近なことなんだけど。いやでもいいことだね、うん、なんかある？急に奈々さん待ってるよ。そうだよ、小笠原くんのことそうですね、なんか新しく始めるというか、そのちゃんとやり始めたことなんだけど、うん、それこそお風呂上がり、お風呂ちょっとつながるんだけど、うん、お風呂上がりに毎日ちゃんとパックするようになりました。おお、ちょっともうアラサーなので、うん、それは気にしてですか？そう、気にして大事だなと思って、うん、で実際毎日やるようになってからやっぱ調子良くなったし、うん、メイクさんとかもなんかいいっすねみたいな感じで言ってくれるから、うん、なんかやっぱ効果あったんだなと思って。そ、日々のケアってね大事だよね。そう、なんかやっぱね、小さなことの積み重ねがね、やっぱり大事だなと思うんで、あの毎日パック、はい、結構めんどくさいけどおすすめです、うん、ぜひやってください。はい、どうですか、はい、始めたいことというかやってみたいことなんですけど、私箱根に行ったことがなくて、うん、箱根旅行はずっと行きたいなと思ってて、うんうんうん、今ちょうどいい季節な気がするので、うん、確かに行きたい。箱根で温泉入りたいなっていう、食事もね美味しいしね、そう、うん、っていうのはずっとありますね。もうちょっと経つと、ね、暑くなってくるからね、ちょっとそうだ、ね、今ぐらいがちょうどいいかもしれない、うん、季節的にお花も綺麗だし、夏前にねっていう感じですかね。いいですね、うん、3つ目いきますか。まあ、結局ね、今言いたいことは何か始めてみようっていう、そうね、身近なことでも、うん、じゃあいいことでもね。次いきますか。ええ、みちさん、スカッとしたいときどんなことをしますか。あー、気になる。スカッとね、うん、気になる。スカッと、これ結構人間出るんじゃない。なんかあります。なんだろう、人と会う。あー、わかる、うん、なんか友達と会ったりとか、あと、まあ、会えなかったら電話するとか、うんうんうん、で、そういう時間、なんか自分だけだと結構考えちゃう、性格的にも考えちゃうから、か、ね、うん、だったら人と会ってとか人と電話して、なんかそうした方がなんか話してみたら意外と、あ、なんか思ったより大丈夫だったなってこともあるから、うんうん、それはすごく大事にしてるかなと思います。うん、確かにそれ大事だね、うん、どうですか。僕はね、むちゃくちゃ笑う。だからあ、いいね、笑うっていうのは、それこそ僕も人と、あ、友達と会って、うん、もうバカみたいに笑う。なんか変にさ、やっぱ考えすぎちゃうことってあるじゃない、うん、仕事だったり、まあ、プライベートだったりっていろいろあると思うんですけど、むちゃくちゃ笑うとかどうでもよくなるんだよね、うん、なんか今までこんなにちっこいこと考えてた自分バカだなみたいな、うん、ならもう笑って明日に向かって走ってこうみたいな感じですね、僕は。友達の、いいですね、うん、どうですか。私はめちゃくちゃ体を動かす。あ、運動、汗をかく、うんうん、でもしできなかったら散歩する。うん、あ、お散歩趣味って言ってたね。お散歩趣味言ってたね、その撮影の時合間で。お散歩好き。お散歩いいね、でもね、わかるよ、今の季節本当に最高なので、うん、なんかランニングじゃなくてもいいんだもんね、うん、そう、結構心がね、あの体を動かすと結構忘れちゃいます、嫌、うん、なこととか、うんうんうん、なんかみんなはどうなんだろう、今コメント皆さん、確かに、さっきね、ちらっとカラオケっていうのあった。ああでもね、カラオケとかもそうだよね、大声出して。あ、どうですか、皆さんいますか。でもあの全体の公式の方にも、うん、来てるけど、お散歩いいねって来てる。あ、散歩大好きだって、うん、一緒、イエーイ、仲間だ。なんか来てます。推しを見ますだって。ああ、なんか好きなものに触れる、音楽、爆音で聞く。あ、カラオケに近いかもね、はい、そういうちょっとスッキリするよ ね、まあ、ヘッドホンとかでバーンって、うん、確かにそれもわかるかも。飲みに行く。爆食爆食飲みに行くとかもいいね。大人です ね、うんうん、甘いもの食べる、うん、やっぱ自分の好きなものでね、うん、そうだ ね、 うだね、リフレッシュになるんだろうね、うん、猫の匂いかる、わかる、猫の匂いわかるわかるやっぱそう、落ち着くの、リフレッシュになる。なんかあのモフっていう感触がふわっていうのが癒し、癒しですね。なるほどね、
そんな感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次が最後の質問ですかね、うん、YBT さん、はい、ヤバトンかな、名古屋の違うヤバトンさんかな、ヤバトン公式さんですか。YBT さん、どうやってセリフを覚えていますか。お気になりますね。皆さん多分人によって全然違うだろうから。どうしてます、どうします。私はあのまずお風呂が一番覚えるんで、お風呂でやります。へえ。台本しわくちゃだったもん。あ、そう湿気でね。湿気で。でもよくすごい読み込んでるねって言われるから、あ、はい、ラッキーラッキー、全然そんなことないですよっていう。本当はただお風呂一回入ったらシワシワになるだけなのに、うん、で、あと散歩しながらちょっとブツブツ喋るのが一番ルーティーンですね。お二人はどうですか。僕はまあその台本を事前にもらって、なんとなく大まかに、まあ、4割5割ぐらいこうセリフ入ってて、うん、で、また前日にも叩き込むって感じです。家の中歩き回ってこうやって、あ、歩くんだ。台本持ちながらこうやって行ってんだよ。かるわ。近所迷惑にならないように、夜ね、やっぱり夜中に覚えることとか結構多いので、うん、あ、多い。で、もう、うん、いけるなって、あと睡眠に覚える。あ、でも大事だよね。寝ないと本当に覚えれないね。わかるわ、ね、それも睡眠任せです。いや、でもそれあるよ。 その、はい、それこそダンスとかも、うん、振り入れもらった当日覚えられなくても、寝たら意外と起きた時の方が覚えてるっていうのがあるから。そうなんだよね。そう、整理されるんだよね。寝ることってやる、睡眠は大事ですよ。大事、うん、でも僕もひろきに近いかも。本当にもうそれまでにざっくり、まあ、半分とかそれ以上、うん、なんとなく流れとか全体的に覚えといて、前日にもう日常生活しながらブツブツ言ってる感じ、うん、セリフだけ覚えるとね、なんかそのなんか動きと連動できなかったり、固めちゃいすぎても良くないから。そうそうそう。だからあえてふわっと覚えたりもする時もある。そうそう、その作品とか芝居のシーンによっては、うん、もうめっちゃ棒読みで覚えてる、うんうん、めっちゃ棒読みで覚えて、で現場入ってみて、お互いのお芝居で合わせて、うん、あ、じゃあここはこうなるなとかっていうのがあるからっていう覚え方です。はい、はい、皆さんもやってみてね。やってみてね。あ、今ねリアルタイムで今質問来たのをちょっと今ね、うん、やってくださってる。ちょっと時間がありそうなんで、せっかくなので皆さんもちょっとね、質問をちょっと今してもらえたらなって思います。前日お仕事の時とか、お仕事続き時はどうしてるんですかって書いて。前日どういうことだ。前日一日仕事でとか、そう、とかセリフ覚えられない時は、うん、なんか気合だよ。気合、気合です。解決しました。睡眠何時間とってますか。寝なくても平気な人無理。でも寝れないときは最低限やっぱ4時間は寝たいっていう、3時間以下とか6時間なんか、うーん、まあその余裕のあるときだと正直8時間寝たいね。8時間寝たくて、時間ぐらい寝たい。でも寝たいね。それぐらい時間ないときは最低限4時間は寝ないと、あの次の日のコンディションがあんま良くない。あ、そうなんだ。脳の状態が良くないから、僕はその最低4時間は4時4から8ですね。どんぐらい。私でも仕事の時は割と寝なくても意外となんか多分アドレナリンが出てて、でもすごいな。だから意外とそのもうこれしか寝れませんっていう事実を受け入れる人世の中の、世の中を受け入れる、断りを、断りを受け入れる人。なるほどね。かな。なるほど。じゃあ僕はでも寝れるならできるだけ寝たいけど、うん、でも意外とその睡眠短くてもちょうどスリーパー気味でもある。なんかほんと10分とか寝たら結構元気になっちゃうタイプ、うん、体には良くないって分かってるんだけどね。そうって感じかな。です。あ、新しい質問がラブ14さん、14さん、ごめんなさい、ラブ14さん、すいません、ごめんなさい、すいません。5番、撮影中の裏話聞きたいです。あ、何裏話。何裏話。なんかありますか。ないよ、もう表話しかない裏話なんかありますか、ね、ありますか。なんだろう裏話、うん、なんだろう。でも本当にこの空気感でずっといたから、うん、ずっといたね。特な感じだったね、うん、あ、でも2人あのモノマネ大会バーでやってたよね。モノボケね。モノボケ大会やってたね。やってたね。バーのシーンでね。バーのシーンで。
あれ何時間ぐらいしたの？2、3時間やってたんじゃない？疲れてたんだ。しかも2、3時間やってたんだ。クオリティ低いモノボケを。まあそうそう、バーにあるものって限られてるからね。そう、うん、ね、あのグラスだったりとか、うん、まあ、オブジェだったりとか、うん、でもひろきも参加してたと思ってて、私は。いや、僕はね、ちょっと間空いて合流したら始まってたんですね。そうで、なんか、うん、もし思いついたらひろきも来なみたいな、いいよいいよみたいな感じだったって言ったけど、ひろきはすごい引いてた。傍観者で冷静に見てたね。そうそう、モノボケ大会してたね。モノボケしてましたよ。裏話っていうか裏話なんだろう、なんかありますか、裏話。裏話ある？裏話まあ、あんまないっすね。まあ、ずっと喋ってたからね。なんかその、何か抑揚があったというよりは、本当にずっと3人で喋って、うん、逆にそのさ、レイの潜入とかはどうだった？俺らはそれ見てないからさ。そうそうそう、いや、バーの、ほぼバーでしかね。そうそう、あれだから、で、私も2人の潜入見てない。いや、見てるよ、俺の潜入は。そうそうそう、うん、な、7話のそれしか見てないよね。それとね、めちゃめちゃイケイケなね、あの変装したりとかね、第1話2話ぐらいの、うん、今回あとその予告映像だっけね、なんかにちょっと、うん、出てて、ナビ番組ちょっと出てたの、ね、顔になんか、あ、5話ですね、あれ5話ですよね、ちょっとサングラスかけてた、すっごいそのいかつめの、イキイキしてたよね。いや、もう楽しかったね、あれが俺の本来の姿かなって。でもあれみんな楽しかったね。楽しかった。5話、5話のあそこ楽しかったよね。5話の全員が結構ガラッとね、顔変えて、そうだね、変装して一緒のシーンがあって、うん、唯一ね、あそこがね、それがめちゃくちゃ楽しかったね。楽しかった、楽しかった、あれ楽しかった。みんなちょっと、あの日俺喉枯れたもん。夜にね。俺次の日筋肉痛だった。まあっていうのはそう、今後5話で、そう、5話でね、見られるので、ね、だからまあ5月頭ぐらいですかね、5話ってことはね、そうですね、うん、ぜひ楽しみにしていてください、うん、よろしくお願いいたしま す, します。ではぼちぼちですか。何ですか、あの流れのやつ、まあいっか。そういえば、そういえば先日の取材の時にみんなでこのポーズで写真撮ったよね。よね。よね。これ覚えてるかな。これあのハートがここの乱れで割れてると思うんですけど、うん、これの響きのあれでハートをこう割るっていうポーズをみんなで作ったんだよね、はい、うん、卵の逆です、はい、こういうポーズを作りました、ね、乱れですからね、はい、ということで、まあ、はい、スクショタイム、やりましょう、スクショタイムを。スクショタイムだって、スクショタイムだってよ。タイム、どっち見ればいいの？それではあっち見るか、どっち一旦見て、自分たちのおのおの行きましょうか。はい、うん、今日撮りますか。すけど、じゃあまずそっち、スクショ、スクショ、皆さんスクショしてください。スタート、よいしょよいしょ。このスクショタイムってさ、無言になるんだよね。そうなんだね。そうなんですよ。でもハート出てきた。え、どうやる？ハート？え？皆さんもね、一緒にやってくださいね。この、多分皆さんこうハート押せるんだよね。あ、ハート出てきた。ほらね。どうやって？天才か。めちゃくちゃ、もう押してください。こっちも、あちらのタブレットの方も。 TikTok ライブ？ TikTok ライブですね。 TikTok ライブだ。ん？ん？スクショだ。ちゃんとマイク拾ってるからね。皆さん撮れたでしょうか？はい、いいかな。ハートにするとハート出てきます。出てこないよ。あ！出た。こうすれば出るの。あ、ほんとでも割っちゃうよ。割っちゃうよ。割っちゃうよ。ピースで風船が出てくる。出てこないよ。お、出てくる、ほんとだ。なんで？なんで？え？ピースもなんか出てくるはずです。出てこないよ。出てきた、風船出てきた。やって、ひろきやって。
もらう手なくない？いや、出るのよ。痛い、指が。出なかった。すごい。本当に。そんな感じですか。あ、そうそうそう。なんかその俺が喋ることがあるらしいです。あ、違う、あれじゃない、あれもちょっとあれ出そうよ。あ、あれちょっと出そうか。あれ出そうよ。なんとなんと。よいしょ。なんとなんと。ありがとうございます。はい。あ、ちょガソチャソちょうだい。あ、はい。ガソチャソチャソ。どっちがいい？こっち。なんとですね。ノータイムで。今回御社の見られたらしいの。はい。我々のアクリルスタンドですね。やったぜ。アクリルスタンドが。見てください。じゃじゃーん。人生初のアクスター。初のアクスター。これですよ。できました。ビジュアルのやつですね。はい、あんまちょっとボケちゃうねこれ。見えるわ。見えますか、ユーチューバー。はい。このアクスターが、今日から。今日から受注ですか。今日から受注。はい。TBS ショッピング見てください。TBS ショッピング、TBS ショッピング見てください。はい、こちらです。はい、あ、ありがとうございます。そしてこのうわー、クスタになったよ。キーホルダーも、はい、キーホルダーも作っちゃいました。じゃじゃーん、作っちゃったぜ。でん、売れるかな。買ってね、買ってね、買ってね。売れるかな。かわいい。これ欲しい。だってお、絶対買うって。絶対買えよ。どうだろう、買えよ。買えよ。受注なんですよね。受注？ん？受注なんです。受注じゃない。受注じゃないって。受注じゃないって。受注はガンちゃんのこれだけ。あ、この指輪だけ。指輪ね。はい。残ったらちょっと悲しいな。これはじゃあ、あの普通に販売ってことですね。売られてるので。普通に販売。ぜひ。もしよければ買って。はい。あとあの私の。バーパープルローズ、あ、ありますね。このコースターとこれステッカーですね。コースターとステッカーもあるので、はい、スマホに入れたりなんかも。お、こちらです。はい、これですね。これがコースターです。バーパープルローズのステッカー。はい、はい、これがコースターですね。ナビ番組でもね、これコースター、そうそうそう、使わせていただいて、ね、すごいね。せっかくならね、こちらです。皆さんもね、バーにいる雰囲気で、グラスをね、いただいて一緒にギムってもらえたら。そうですね、ギムってください皆さん。あ、ブラブラしちゃったじゃん、ギムル。あ、そうそうだ。ギムルあった。ギムルあるじゃん。レイがね、絶対ギムレットを飲むから、うん、からそれをな、もうカクテルですね。カクテルのギムレットを飲むので絶対に、なんでそれをギムルという言葉でね、新しい動詞を作りましたね。このカットギムりますか。このカットギムります。あ、ギムらないです。あ、ギムらないですか。裏話ですね。確かに裏話あったわ。ね、ありがとう。ありましたね。そうだそうだ。ギムル、皆さんもギムってください。はい。義務ってください。どうなの？義務はさ、あの作りやすいの？義務難しい。ギムレットを義務って言わない？あ、でも義務、ああごめんなさい、風船が落ちました。難しい。ギムレットはその結構シンプルなのよ、作りが。もうジンとライムとシロップ、うん、シロップだけで作るからこそ、作る人によって味が全然違うの。なるほど。そう、シェイクの仕方、仕方、そう、空気の混ざり方というかで全然違くて。そう、僕は実際にあのギムレット作中でね、作ってるところを撮影していただいたので、うん、それもリアリティを持たせるために実際にバーテンダーのこう学校というかスクールに行かせてもらって勉強したんですけれども、うん、やっぱり先生のね、作ったギムレットの味がね、美味しすぎて、全然違うんだなって、本当自分のと全然違かったので。確かにね、所作で違うもんね。そう、でもたくさん練習したので、あの、うん、そこそこの味のギムレットは皆様に提供することはできます。いや、完璧ですね。はい、なのでもしよかったら機会があればギムレットいつでも作ります。あの、うん、あの芝居の中でやってたのすごかった、うん、本当に。でも、ね、コメントでカイ君どのぐらい練習したのって来てたよ。どのくらい、その撮影入る結構前に、うん、そのスクールに行かしてもらってから家でもずっと作ってたりとか、うん、寝ながらこうやって、ね、だから一緒に寝た。シェイカーと一緒に、バスケみたいなね、ボールと一緒に、そうそう、一緒に寝るね。だから間違ってスマホの代わりにこれ持っちゃう時あったから、シェイカー危なかったよね。そのこの音で起きたでしょ。アラームこれで、アラームこれで自分のやつセルフでもう起きてるじゃん、こいつ。本当にこれで本当に四六時中、うん、でも本当にあの、うん、バーテンダーの方、シェーカーをこう自分のね、
手足のようにこう自在に操るじゃないですか、うん、そうだよね。だからそれもちゃんとそのやりたいなということで、うん、それも結構日頃から家にいる時ずっと持ってなんかこう持ちながら生活したりとか結構してましたよ、うん、手に馴染むようにやってました、うん、はい、はい、そんな感じですかね、うん、はい。もう今ね8時45分に、おもうちょっと、ね、あと15分だよ。あと15分で見てね。あ、これ持ってなかった。あ、これスクショだっけ。うん、そう、これだ。お、あ、これ反転してるからちゃんとね、みんなでこっち、このこっちを、こっちがこうで、これもこれはこっちだ、それはそっちだ、これはこっちで、持ってて、はい、追加スクショタイム、イエーイ全然忘れてました。正します、正します。御社の乱れ、正します。じゃあ次こっち行こうか。で、こっちがこっちでね、それはそう、逆、正します、正します、御社の乱れ、正します。はい、でもあともう14分ね、早いね、間もなくですね、はい、うわ楽しみ。今のうちにでも BS つけた方がいいんじゃないですか、ね、確かに今もうつけておこうか、 BS を、ね、はい。どうやって、え、知らないの、どうやって見るんですか。一応ね、皆さん BSTBS の見方って知ってますか。え、知ってますか。知らないの。え、まあ仕方ないじゃん、教えてあげよう。あら説明しようみたいな、説明しよう説明しよう、博士出てきた、はい、リモコンにあの BS とか CS とかあるじゃないですか、ボタンが。ありますね。で、その BS ボタンをまず押してですね、うん、押してますか。あるんですか。あります、あります、あるある。で、BS ボタンを押して、そこで6のボタンですね、うん、を押せば、なんと、はい、なんとなんと、なんと、はい、見れちゃうんです。うわー、やりました、皆さんやりましたか。やりました。ここから ね、リアタイができるので、はい、うん、じゃあ9時からね、ぜひリアタイしていただいて、うん、でももし見れない方はね、後日の配信の、そうですね、TVer などで、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、はい、TVer の配信は、はい、翌日12時、翌日12時、はい、だから4月3日のお昼12時から、はい、ドラマ、我々はもう一足先にはい、ね、はい、いただきましたけど、どうでした。え、面白かった。ね、面白かった。あ、こんな感じになるんだっていう、ね、その、ね、1話がさ、もうさ、うん、なんか終わり方がさ、うん、なんか次への引きというか、そう、なんかちょっとワクワクする感じ。ワクワクした。見たいってすごい純粋に思っちゃって、うんうんうん、あと2人の潜入を見てなかったから。そうだよね、そうだよね。こうやって、いや、なんかどうやってこのなんか迷惑不倫を裁くんだろうっていうのに、うんうん、すごいドキドキして、なんかこうちょっと自分もこう作戦に加わってるじゃないですけど、うんうん、なんかそういう気持ちでちょっとスリルというかハラハラを味わえたので、うんうんうん、まあ、台本読んでる時もそうでしたけど、うん、なんか余計映像で見て、確かに、なんかそのテンポ感がすごかったので、うん、絶対1話見たら見たくなると思います。あの、今例のやっぱ大変化ですよね。いや、もう大変身よ。もう、ね、そう、大変化のね、あれを見てなかったのでね、大変だったんだからねすごかったんだから。そうだ、ね、すごいですよ。はい、はい、お楽しみにしていてください。はい、もう10分ぐらいということで、はい、あと10分か、早いね。そうですよ、うん、早い。とりあえず説明することはもうしたね。しました。うん、あとはもうね、皆さん見もしたし、見れない方はね、あの TVer で、もう登録もね、うん、ぜひしていただいて、ぜひしていただいて、うん、はい、でももうみんなしてくれたんじゃないですか。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。来週もよろしくお願いします。お願いします。再来週もよろしくお願いします。お願いします。その次もよろしくお願いします。次もよろしくお願いします。最後までお願いします。お願いします。よろしくお願いします。シーズン2になるかどうかはあなた方のお力ですから。はい、あなた次第です。あなた次第です。あなたです。そうですよ、一人一人の力です。一人一人ですよ、お力ですから。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、はい、じゃあもう皆さん準備がありますから。そうですね、そうですね、正座待機ですからね。はい、はい、じゃあ終わりますか。終わりますか、そろそろ。はい、あ、ではじゃあ皆さん物語の中でまたお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。こっちもずっとこう。
いいよ、こちらちょっとこう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。じゃあねー。